車in onda allarga pure togli questa。F1 は毎年行われるスポーツの中で全世界が注目する地球規模のイベントである。視聴者も白熱したレースを期待する。しかし今年はウィリアムズが独走、盛り上げたいホカやフィサにとっては頭が痛い。5月8日エンツィオ・エディノ・フェラーリサーキット、ホカ合同イモラテスト。カメラは絶対有利とされるウィリアムズを捉えていた。パトレーゼ構成、シューマッハ通過、その直後であった。誰かがクラッシュ、パトレーゼだ。バラバラになりマシンはコース上へ、そして止まった。マンセル自転車で急ぐ。パトリックヘッド涙。パトレーゼは大丈夫なのか、みんな駆け寄る。マンセルがナーバスになった。本当に肝を冷やした。パトレーゼは首の打撲とムチ打ち、症状は軽いが当然不機嫌。The car is always actively trying to maintain the ride height. So the car looks like it's stable, but in fact it's fighting against the bumps all the time. And if you can imagine this, but it's not moving because it's fighting against it. But poor us in the car, we're like a big damper because, you know, we're full of fluid and all the rest of it. And I mean, I can tell you there's some circuits where it hurts.I mean, it might be quick at times, but it's very physical to drive. So I would say it's certainly more difficult than the passive car. アクティブカーは普通より辛いのだ。事故から9日後の5月17日、F1 第5戦サンマリノグランプリは決勝日を迎えていた。気温34度。ティフォシーもうだるイモラ。路面温度は46度を超え、真夏のレース並み。予選トップはマンセル。このところの指定席から前人未到の開幕5連勝を目指す。鉄人パトレーゼは丈夫だった。僕もチャンピオンを狙うと豪語する。ピリピリと緊張するマクラーレン。セナは今回予選3番手。マシンは上向き傾向にあった。フェラーリ本社から70キロ、イモラは地元だがプレッシャーがかかる。アレジ7番手スタート、カペリは8番手。フェラーリの復調ぶりをどこまで見せるか。鈴木アグリもモノコックを一新、乗りやすくなって11番手。顔もほころぶ。熱狂の F1 パラダイスイモラ、スタートのランプを待つ。さあグリーンフラッグ、スタートはどうか。エクゾーストが高まります。レッドシグナル、飛んできたのはシューマッハだが、しかし先頭はナイジェル・マンセルがどうやら抑えたようであります。ナイジェル・マンセル好スタートを切りました。フロントローの2人はいつものようにワンツー体制。セナ3位、名物トサコーナーに入っていく。マンセル好スタート、セナもダッシュしたがパトレーゼが伸びた。ウィリアムズは今回柔らかい D タイヤを選んだ。普通なら手堅く C タイヤを履くのだが、速さのアドバンテージをさらに追求した。守りより攻め、これが今のウィリアム。シューマッハ6位、その前ベルガー5位、ブランドル4位。ウィリアムズ2台の後ろ、3位以下の攻防が激しい。ベルガーがブランドルを指して4位へ。これでウィリアムズ、マクラーレン、ベネトンがトップ6を占めた。暑い中エンジンマネージメントも大変。今日のシューマッハは動揺していた。スタートでベルガーに押し出され6位に落ちてからペースが狂いがちであった。エンジンサーキットのイモラ、2強に負けなければよいが、
地元機体のカペリが歩いている。なんということ。ブレーキバランスが悪くアクアミネラリーで脱線した。19周目ベルガーを先頭にリバッツァへ。ブランドルも通過した。しかしシューマッハスピン、クラッシュした。ゆるゆるとピットを目指すシューマッハ、足回りにダメージを負った。開幕から絶好調のシューマッハに思わぬ若さが出た。サスとタイロッドを痛めリタイア。開幕4連続入賞、ここでストップ。弁解せず、スピンは僕のせいだと素直に謝る。2位パトレーゼ、いち早くピットイン。マンセルとの差が開きすぎ、流れを変える必要もある。 D タイヤから D タイヤへ。およそ7秒で作業を終えた。テストの時のクラッシュはスローパンクチャーという説もあり、タイヤにもナーバスにならざるを得ない。早めのピットインは正解。コンパウンドが飛んでいた。23周目1位のマンセルピットイン。パトレーゼがすぐ後ろに迫ってきたが、ここは慎重に行く。 D タイヤから D タイヤへ。作業は9秒を要した。パトレーゼが迫っている。急いでコースイン。テレビカメラはホームストレート。パトレーゼが通過。切り替えればすでにビルニューブコーナーへ向かうマンセル。レースの見せ場はこれで終わった。マンセル 4.5 秒差でトップを守った。あとは引き離していく。26周目セナピットイン。セナとベルガーは左 D 右 C のミックス。マクラーレンはピット作業の速さでドライバーを助ける。アレジは3位である。ミディアムの C タイヤを選び、タイヤ無交換作戦で表彰台を狙う。だがその目論見は外れ、セナが迫る。あとセナがアレジを今かわしていったところ、ベルガーも行く。ベルガーも行くが、ベルガーは抑えたが、アレジホイールとホイール、ぶつかった、ぶつかった、クラッシュしました。アレジクラッシュ、アレジクラッシュ、ベルガーと接触です。ベルガーと接触、そしてグリーンゾーン、フェラーリが消えました。全くついていない。地元では散々のフェラーリ、うろたえてももう遅い。トサコーナー、セナがパスしていく。アレジがアウトに出たのを見てベルガーも抜きにかかる。しかし虫が良すぎた。ベルガーの右前輪にアレジの左後輪が触れた。ジャンプ、そしてクラッシュ。両者リタイアとなっていく。全くもったいない。4位と5位が不意になる。皮肉なことにフォルザ・フェラーリ、頑張れフェラーリという垂れ幕の前でストップ。客はぼつぼつ帰り始めた。あと右京だ、右京が止まっています、右京が止まっています。片山右京のマシン、これはもう動かないんでしょうか。40周右京は11位だった。コマスを追い土佐コーナーに入ったが、自ら何かに乗ってスピン。片山右京、デビュー以来初めてのリタイアであった。鈴木アグリはトラブルを抱えていた。3速ギアがなく、ブレーキバランスも悪化。しかし10位で完走。ニューカウルの効果絶大、明るい展望が見えた。さあ大記録だ、ピットも待つ。開幕5連勝、セナの持つ4連勝を破り、歴史に残る記録打ち立てる。さあホームストレートに入ってきた、ホームストレートに入ってきた。チェッカーが用意されて、ナイジェル・マンセルが今コントロールラインを通過します。ナイジェル・マンセル前人未到の5連勝。もはや苦手とするサーキットなどないに等しい。ウィリアムズ FW14B はどこでも速い。マンセル通算26勝、
歴代単独4位の偉業達成。生涯最高の時、彼は今年何度そう言ったか。3位のセナはシートベルトの締めすぎと脱水症状のためダウン。表彰台にはウィリアムズの2人だけが乗った。なんとも象徴的。